カーペットニシキヘビは、ユーロコモクニシキヘビかオマキニシキヘビ属に分類されるヘビ。別名カーペットパイソン。インドネシア、中部、西部の砂漠地帯を除くオーストラリア、パプアニューギニア緑ニシキヘビを除く、同族多種と比較して、頭部背面の鱗が細かい。分担版から第2から3、上唇板にかけてと、6から8枚の下唇板にピットが発達する。 下唇板のピットは、目の少し前から後方にかけての下唇板にある。セバによる1735年の絵画図を模式標本としたコラバーアーガス・リンネウス1758を本紙とする説もあったが、セバのアフリカ産という記述、東部の鱗列1735年には、西洋人は東、オーストラリアに到達していないことから否定する説が有力とされる。 セントラルニシキヘビモールやブレートリーを本種のアシュとする説もあるが分布域が接しないことや形態から別種とする説が有力とされる。2003年現在でも元アシュやアシュ、西南カーペットニシキヘビを除いて多くの個体を用いた比較検討が行われておらず分類は混沌としており以下のアシュの分布域をとっても文献ごとに異なっていることもある。 ウェルウェリントンによる模式標本が一つのみで詳細な記述もないまま、記載された亜種が多く含まれるなどの問題も多い。本種に限らず、アイクスンに対して、ウェルウェリントンによる学名を無効とするべきという提案がされた例もあるが、命名規約上は有効とされている。本種は個体変異が大きいが、その原因として講述する外従駆除のための人為的移入により、 遺伝子格乱が引き起こされていると考えられている。以下のアッシュ、MS ハリソンを除く分類、和名、英名、分布、形態は、蕎麦に従う。森林やサバンナを含む草原などの様々な環境に生息する。森林では、樹状性。元アッシュの幼蛇は、哺乳類、鳥類、爬虫類などを食べるが、成長に伴い哺乳類を食べる割合が大きくなる。 繁殖様式は卵生。最取、購入した個体を農場で放ち外住駆除に用いられることもあった。農地開発や花放牧などによる生息地の破壊により生息数は減少しているが絶滅の恐れは低いと考えられている。ペット用の採集も行われているが、野生個体の採集は小規模であり、影響は小さいと考えられている。 ワシントン条約発行時の1975年には、ボアカ単位で、1977年には、ニシキヘビカ単位で、ワシントン条約付属書通に掲載されている。ロアーリスク、ニアセレットンドペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。インドネシアから、野生個体が流通する。主な生息地であるオーストラリアは国内に生息する。 野生動物の輸出を禁止しているため、禁止される以前に輸出された個体に由来する、飼育か繁殖個体も流通する。アシュカンザッシュと思われる個体も多く流通している。床材として、メンテナンス性を重視し、新聞紙やキッチンペーパーなどを敷く。ケージ内には、全身が疲れる水容器を設置する。餌としては、大きさに合わせたマウスを与える。ありがとうございます。